近代に作られたカグラ。近代に作られたカグラでは、明治以降に創作されたカグラ、楽曲、及び舞踊について説明する。明治以降に、国風歌舞や歌い物の手法で、多くのカグラが制作された。講義では、雅楽の延長線としても考えられるが、神社祭祀に特化した新たな創作カグラであることから、競義では雅楽と明確に区分される。 特に宮内小学部の学長であり、多くの神楽を制作した学家出身の大野忠友は神社祭祀における日本神話を乱拠とする神学部の重要性を主張している。各曲の歌詞はお参照。詳細は浦安の舞を参照。後期2600年法祝のために回れる法祝部学として、広島区前師が現行襲来の頃に読んだ和歌、 の三十七番をお菓子として、大野忠友が作曲作舞。当初は男舞だったが1964年に東京オリンピック開催に合わせて大野静子によって女舞の神楽に改作された。装束は男舞の場合は奈良時代の武漢速体をモチーフにしたものであった。女舞の場合は天眼、恋見頃も青ずりの模様が入り左肩より赤紐を垂らす。タン 古黄色のサバカマ。使用する楽器は、小、七力、流そう釣り太鼓、かっこ。鳥物は、男舞は笹、女舞は吉歌。ごく少数ではあるが現在でも解作前の男舞を行っているところがある。今用形式の歌詞3コーラスに曲と振りをつけた、女舞。小族は、一般的な千はやで額に、魔王を巻くのが特徴。 明治天皇の御生、我が国のためを尽くせる人々を名を、武蔵谷にとむる、玉垣きに、大の忠友が作曲と振りをつけた三古舞の四人舞。靖国神社のご創立記念被祭、6月29日に、奉納される。装束は、少女の晴れの服である、風見装束で、火の袴に短、あこめ置き、さらにその上に、千早を前後ともに長くした下手の風見を着用する。 風見は、浦安の恋み衣に似て見えるが全く違う、小族である。なお、この女性にて、王の忠友が作曲した、洋服もあり、マイナシ、安国神社、笹具商家として、靖国神社の春秋霊大祭の清払い本殿の、儀、4月21日、10月17日にて、聖書奉納される。証券交代号のお歌に曲と振りをつけた女舞。 明治神宮で行われる、証券皇太后祭、4月11日、子供の日、5月5日に奉納される。小族は、薄公梅雄門の単に無門成功のちはやを着用。証券皇太后のお歌に曲と振りをつけた女舞。明治神宮の結婚式の時に、巫女一名が、一般的なちはやでかぐら鈴を持って舞う。皇后が1937年に、 安国神社祭人の鎮魂のために読んだお歌、安らかに眠れとぞ思う君のため命捧げしますらおの、共に、1951年に大野忠友が作曲作舞したみこ舞、い、一人舞、二人舞,舞、四人舞とがあり、曲と舞が異なっている。各地の五国神社では、鎮座地の少女が巫女として舞う場合もある。大友や鴨もが読んだ海いの和歌、 長官の一部に、1942年に、大野忠友が、国風歌部の手法で曲と振りをつけたもの。男舞と、女舞はあり、まとまう人数によって振りが変わる。小族は、男舞の場合は、奈良時代の武官側帯をモチーフに作られたものを、使用する。女舞の場合は、千早を長くしたような小族であり、五穀神社で、鎮地の少女が舞う場合は、千早の霊が見られる。 昭和の五体齢、1927年の際に、月最多に定められた、八乙女の舞、おたうえの舞に従って、明治天皇の御生三首に1933年に、大野忠友が、作曲作舞、と見こ舞。1950年に、絵天楽と風車で構成した曲に、うすた神五郎作詞の歌詞をつけたものであり、楽曲は神社盆栽の神社参加に指定されている。 女性が舞うことを前提にしたため乙女の舞とも呼ばれる。装束は、白拍子に似た水管に火ばかまが正式とされるが、ちはやの場合が多い。使用する楽器は、小、七力、流楽美学そう、かっこ、楽太鼓、小古尺拍子。鳥物は、紅白の不白をつけた器を用いるが、四季折々の花などを用いる場合もある。 明治天皇の御性二種に,に1950年に、陶儀は太郎が曲をつけたもの。舞姫がいない神社で、男性神職が舞うことを想定して作られたため、偶児舞とも呼ばれる。装束は、正式には遺憾。略式には、仮犬となる。丸いは、鏡を表すをつけた榊を持って舞う。ごく稀に巫女が仮犬を着想して舞う場合もある。使用する楽器は、笛または、 流敵、七力、ワゴン、尺拍子。菅原道真が幼少の頃に読んだ和歌に2002年に柴助康が曲と舞をつけたもの。歌詞も大変可憐なため、少年少女が舞うことを前提にした可憐な感じの曲と振り付けがつけられた。当初は天馬宮系列の神社で奉納されたが、後にそれ以外の神社でも奉納されるようになった。は、少女は、 非、少年は、紫の袴に、二で作られた仮犬にに立ちご装束となる。巫女、中学生以上が舞う場合は、梅の柄、または、呪文が美しい千葉屋となる。なお、同時に、新色、舞、通り、霞も作られた。鑑賞、撮影可能なものは、宇じ子などの少女が奉仕。神社祭祀で用いられる遺憾や仮犬に対して、各局で正式とされる装束は、 需要が少ないために高額となり、また転用も効かないため、これを調達できるのは財政に余裕がある神社に限定される。また、口述の略装束と比べて、装束の重量や形態からも前の難易度が高くなり、そのため正式の装束よりも略装束で回れる例の方が多い。特に年少者が正式の装束を着用することは、稀が例と言える。また、裏安。 とよさか、れないわらべ以外の曲は、少女が舞うことを考慮していない場合が多いため、これらを少女が舞うことは希少である。多くの曲において、千早とひばかまを、略の装束としている。千早の青ずり模様は昇格をあしらったものが多いが、浦安の舞の略装束として、菊の青ずり模様をあしらった、浦安柄と称する千早も用意されていい。曲によっては、千早に、 特色のある柄が入る。よく練られた光沢のある布地を用いるなどの例がある。チゴ行列と同様のチゴ装束の場合もある。化学繊維の略装束は比較的調達しやすく、また軽量であること、子供用も用意されていることから、少年少女が着用するのは略装束の例が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。